渋谷駅ですけど、特急は乗らないでしょ、みんな。山手線だとどうです？7分の後、次何分よ？10分に来るかい？浜松町の駅社員の方が今、現地に向かっているそうです。また運転再開についての情報につきましては、この放送をもちましてお知らせをいたします。新しい情報が入り次第放送にてお知らせをいたします。山手線は現在、田町浜松町駅間、線路内に人が立ち入ったため、運転を見合わせております。各会社への振り替え乗車も行っております。合わせてご利用ください。山手線ご利用のお客様、そうですね。午後完了しても駅まで連れ戻さないといけないんですから、それ後期でしょ、電車で回収しないと思うんですよ。そういうところだよな。やっぱ連れ戻すのは歩きなんですよ。歩きだからちょっと浜松町とかさ、田町とかあの辺ちょっと距離があるじゃないですか。ちょっと時間かかるんですよね。それね、山手もう全然もう動くない。レッドランプの道の上がり方を待ってください。よろしくお願いいたします。白い服の方が待ってください。白い服の方ってなさしじゃねえかよ。なさしだよそれ。そう、発車できないですからね。人が多いんですよ本当に。はい、じゃあ高崎行きまいります。またお手並みともらいまして、これですよ、これ。先ほどの田町駅で線路が入りに人が入って、で浜松町の駅の駅員さんが取り押さえに行くって、なかなかだぞ。なかなかなか、なんか。